広告業界の歴史に刻まれる一夜限りの奇跡。平野翔のデジハリ CM がもたらす感動と成功の秘密。たった一回の放送で、まさに一世を風靡。平野翔さんが出演するデジタルハリウッド大学のテレビ CM が、SNS 時代におけるテレビ広告の可能性を塗り替えました。なぜ平野翔さんの CM がこれほどまでに成功したのか。その背後には、 彼の人気と CM 内での発言への反響が大きく影響しています。また、平野翔さんが所属するナンバーアーバーが1月にリリースした楽曲、ことが YouTube で話題となりながら、まだ日本の音楽番組への出演がなかったことも、ミュージックステーションでのテレビ CM 放送の文脈と絡んで大きなポイントとなりました。この反響を受けて、次回のミュージックステーションへのナンバーアーバーの出演への期待がファンの間で高まっています。 一方で、この成功を通じて考えるべきは、日本におけるテレビ CM の可能性です。通常のテレビ CM は、放送時間を予告するものが一般的ですが、デジタルハリウッド大学の CM は異なります。企業側が放送時間を告知し、ファンや視聴者に見てもらうよう誘導する逆のアプローチが功を奏しています。これにより、単なる宣伝ではなく、ファンにとっての60秒の作品のような位置づけとなっています。 かつての西川隆さんとミゲルさんによるライブ CM も同じような手法が取られており、その成功例がデジタルハリウッド大学の CM でも再現されたと言えます。アーティストの影響力が増し、企業が自らの文化や姿勢を表現する作品をアーティストと共に制作し、テレビ CM で放送することで大きな話題になり、最終的に売り上げに寄与する時代の変化が見て取れます。この CM は、 デジタルハリウッド大学が掲げる、みんなを生きるな自分を生きようというキャッチコピーのもと、毎年新たな挑戦をテーマに制作されています。2022年2月10日に平野翔さんの出演が発表され、30秒のウェブ CM が YouTube で公開されたことでファンの注目を集めていました。そして、2月16日のミュージックステーション内での60秒バージョンの放送が大きな社会的影響を生み出しました。 ミュージックステーションの番組ハッシュタグと並ぶ形で、シャープデジタルハリウッド大学や平野の資に関連するハッシュタグが次々にトレンド入れし、視聴者の注目を浴びました。実際、テレビ CM 放送時には、デジタルハリウッド大学の話題が企業の話題を上回る規模で話題になり、一回のテレビ CM 放送でこれほどの反響を呼ぶのは非常に珍しい例です。 デジタルハリウッド大学の CM キャンペーンは、毎年異なるアーティストを起用して新しい挑戦を続けています。過去には、欅坂46の平手友奈さんや、b ーファーストで成功を収めたスカイハイさんなどが登場し、今年は平野翔さんの出演が大きな成功を収めた要因と言えるでしょう。最近では、SNS 上で数百万人のファンを抱えるアーティストが、企業の広告戦略において重要な役割を果たしています。 商品やサービスの説明が少ないながらも、企業文化やアーティストの魅力を伝え、視聴者やファンとのコミュニケーションを重視することで、テレビ CM が新たな広告手法として注目されるようになっています。平野翔さんのレジハリ CM が示したように、テレビ CM は単なる宣伝手段ではなく、創造性やコミュニケーションを通じて社会的な影響を生む新しい可能性を秘めているのかもしれません。これからも、 アーティストと企業が協力し、ファンとのつながりを大切にするテレビ CM が増えることが期待されます。